皆さん、喫茶店やレストランが朝の時間帯にドリンクやトーストなどのメニューを割安価格で提供するモーニングサービスがありますよね。最近では大手外食チェーンの朝限定メニューはコスパ抜群です。そして店の特色が強く現れて、どのお店も魅力にあふれています。今回はそば粉を各店舗の製麺機で毎日粉から製麺して江戸切りそばの朝限定そばセットが食べられるお店に向かっています。またそばは鮮度が命と言われ、遠くに行かなくても美味しいそばが食べられるということで、岐阜県瑞穂市の江戸切りそばゆで太郎にお邪魔します。営業時間は朝早く午前6時から営業しています。これからお邪魔する江戸切りそばゆで太郎は矢印の先です。ここに大きな字でカモって書いた旗がありますが、季節メニューでゴロゴロ入ったおぼつぶの鴨肉で奥深いコクのゴロゴロ鴨南蛮そばとゴロゴロ鴨せいろの新メニューがスタートしたみたいです。左の立て看板は私はよく知りませんが、もつ二郎の立て看板です。ゆで太郎の兄弟ブランドでもつ専門の店が併設されているみたいです。あまり焼肉屋へ食べに行く機会がありませんが、焼肉を食べに行った時にホルモンを食べますが、まだ一度ももつ鍋やもつ焼きなどは食べたことがありません。右の立て看板は江戸切りそばゆで太郎の立て看板です。いろんなメニューがあります。今回もすごいお値打ちのこの朝ごはんモーニングを食べに来ました。画面を少し拡大します。ゆで太郎に来るのが今回で3回目になります。前回は480円の野菜かき揚げ丼を食べました。その前というか初めて来た時には一番上の右の450円の温かい朝そばの温泉卵を食べました。今回は真ん中の朝中華の朝ラーを食べに来ました。朝ラーメンを食べたら朝そば、朝中華、朝セットの3種類のご飯、3種類のモーニングを制覇したことになると思います。この720円の旗は日替わりランチの旗みたいです。お値打ちにランチが食べられるみたいです。営業時間は午前6時から23時までです。ゆで太郎のメニューを押して朝ごはん、そして朝ラーメンの温かいそばを押します。出てきた食券を受付に出して朝ラーメンができるのを待つだけです。お店はこんな感じで入り口を入ったところに券売機が2台置いてあります。またテーブルの上にはそば湯が置いてあります。テーブルにそば湯が置いてありますのでそば湯を飲むことにしました。中央のテーブルにはセルフで使う箸、スプーン、生姜、わさび、漬物、赤鬼、揚げ玉、七味唐辛子、柚子子、ごま、お酢、醤油、ソースなどいろんなものが置いてあります。そばつゆにつけて食べる冷たい朝ラーメンもありましたが、こちらの温かい麺の朝ラーメンにしました。周りを見渡してみると皆さんそばを食べてるみたいで、ラーメンは私一人だけみたいです。このエビ天ぷらは無料券でいただきました。この朝ラーメンがなんと450円です。ラーメン一杯450円は私はお値打ちだと思います。これからどんな朝ラーメンなのか詳しく見ていきますのでよろしくお願いします。画面に映ってるエビ天ぷらは無料券でいただいたのですが、温泉卵の無料券も持っていましたので温泉卵にしようか迷いましたが、エビに惹かれてエビ天ぷらにしました。前回ゆで太郎にお邪魔して野菜かき揚げ丼セットを食べた時も無料券でやはり同じエビ天ぷらをいただきました。エビ天ぷらの右下にあるのは漬物です。前回この漬物を食べたらすごく美味しかったのでまたこの漬物をトッピングしました。画面を少し動かします。
今までエビ天ぷらだけを見ていたので、エビ天ぷらの大きさが分かりませんでしたが、この角度から見るとエビ天ぷらがすごく大きいのが分かります。ここだけの話ですが、無料でもらえるエビ天ぷらだからこんなに大きなエビ天ぷらが来るとは思ってもいませんでした。そしたらこの大きさでしょう。本当にびっくりしました。また右の薬味のネギも器にいっぱい入っています。画面を少し動かします。ラーメンは醤油味でわかめと貝割れが入っています。麺はストレート麺で、そして細麺です。細麺は歯切れが良くてツルツルとして喉越しが良くて、また麺がスープと絡みやすいため、さっぱりとしたこの醤油ラーメンによく合います。これからこのラーメンに薬味のネギを入れていきます。そしてエビの天ぷらも入れました。皆さん見てください。エビが入ったら450円のラーメンとは思えないほど豪華なラーメンになりました。まず最初にこの大きなエビを出汁の中に沈めた方がラーメンが美味しくなるような気がします。ラーメンに貝割れが入っていますが、私は貝割れが入ってるラーメンを食べるのは初めてです。出汁は美味しい醤油味のあっさり系です。麺は中華そばですが、出汁の味はお蕎麦風味で、お蕎麦屋さんの出汁が入ってるような気がしますが、美味しいラーメンです。エビ天ぷらのエビのプリプリした食感がたまらなく美味しいです。この大根の漬物がコリッコリした歯ごたえがして、とても美味しい漬物です。朝ラーメン完食です。お店の中に可愛い鏡餅も飾られて、お正月がいつ来てもいいように準備ができてるみたいです。皆さん今回は江戸切りそばゆで太郎の450円の朝ラーメンでした。大きなエビ天ぷらが無料券でいただけたので、豪華な朝ラーメンになりました。またお蕎麦屋さんの美味しい出汁の醤油味で、細麺の美味しいラーメンでした。皆さん最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。